そちらのスタートの方が一応15分を予定しておりますので、もうしばらく我々にお付き合いいただきたいと思います。はい、
あ、じゃあね、ここでね、少し時間がありますので、はい、こちら紹介したいものがありますので、よろしいでしょうか。はい、こちらの前実行委員長の SNS に、はいはい、投稿されていたものなんですけど、はい、この鈴フェスとそのど祭りの成り立ちなんかにね、関わったもので、ど祭りは名古屋で行われているよさこいの、はい、大きな、はい、そちらともちょっと関わりがありまして、はいはい、でその今その鈴フェスの意義なんかについても触られてますので、ちょっと真面目なお話ですがね、鈴フェスの思いが伝わると思いますので、はい、聞いてください。はいはい、鈴鹿フェスティバル25回の歴史の中でとされております。鈴鹿フェスティバルは今回25回を迎えます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため2年中止をしましたので、実行委員会を創設しては27年です。この鈴フェスはこの25回の歴史の中で様々な人とのつながりを作ってきました。私が一番思い出深いのは1998年頃に実行委員会主催で毎年6月に札幌で開催されるよさこいソーラン祭りの創始者長谷川岳さんを招き講演会を開いた時のことです。講演会の前に大学生のよさこいチームである名古屋学生チームシャチの皆さんに踊っていただきました。そのメンバーの中に中京大学小学部の学生で先日名古屋で開催された日本ど真ん中祭りの創始者、日本ど真ん中祭り文化財団専務理事水野浩一さんがいました。彼は名古屋でよさこいソーラン祭りのような祭りを作りたいと思っていました。なかなか踏ん切りがつかない状況でした。我々は講演会の打ち上げの時に水野さんを長谷川さんの隣に座らせました。その時長谷川さんが水野さんの悩む気持ちを背中を押してくれて日本ど真ん中祭りが生まれたのです。第1回日本ど真ん中祭りガイドブックの総集後記にはあの鈴鹿の夜がなかったらこの祭りは生まれなかったであろうと書かれていました。我々実行委員会は祭りを開催するために活動しているのではありません。町を作り人を作るために鈴フェスを開催しています。さあ25回目の鈴鹿の暑い夏が始まります。ぜひご来場くださいという、はい、はい、前実行委員長の川北幸男さんの SNS に書かれている、はいはい、もうすごい熱い思いが、ね、すごいあと凝縮されてますけれども、はい、前日の夜でしたかね、はい、上がっていたんですけれども、本当にこの市民が作り、はい、誰もが参加でき主役になれる祭り、はい、でそうやってその日本ど真ん中の、ね、はい、開催にも実は影響していたという、うん、ね、なかなか知らない人は知らないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そうやって人とのつながりがね、いろんな祭りを作って、そして心と心がつながって、こういった楽しいイベントがね、どんどん増えていけばいいんじゃないかなと思います。さあ、というわけでね、いよいよもう間もなく、はい、後半戦開催したいと思います。皆さんどうぞ、ステージ前の方にお越しください。だいぶ涼しくなってきましたのでね、過ごしやすくはなってきていると思いますが、皆さん、ちゃんと大丈夫ですかね。まあ皆さん大体うちわ持ってるから。そうですね。いろんなチームのうちわだったり、鈴フェスのうちわだったり、ね、今年は結構そういったうちわ作ってるチームが多いような気がしますが、はい、さあそれではね、後半戦スタートしていきたいと思います。いきますよ、後半戦最初に登場していただくのはつなぎの皆さんです。津市を中心に活動していますつなぎと申します。